좀 아프지. やる気奪わんないです絶対奪わんないです、ね、だって人から言われないと多分そこは変わんないもん。だって今の現状で満足してないんだったら何かアクション起こさないと多分無理。それは多分無理だと思うよ。僕もだって結局なんで今こうやってるかって言ったら人と会ってその人に誘わされたからやってるわけなんで、結局自分で何か事業しようなんて思わないんですよ。だったらでもなんだろうな、なんか思うんですけど、でそんな難しく考えなくていいと思うんですよ。そうそう、要はどっちがいいかっていう話じゃないですか。今の現状がいいか、それともフリーランスでもっと時間的、経済的な自由になるか、これをどっちかが、どっちがいいかっていうだけです。まあ、絶対こっちだと思うんですけど、だったらこっちでいいじゃん。こっちでやっていくための手段をひたすら選んでいくだけじゃなくて、まあ、決断しなきゃいけないんですよ。まあ、一日でいいと思いますよ。今日帰って考えてみて、明日決めるって感じで、明日決断を。まあ、明日、明後日くらいまでに決めた方がいいです。僕は絶対やった方がいいと思います。無理だったら僕に言ってもらえればいいですよ。やる気なくなっちゃって泣き出しますね。結構コーチングとかも何か勉強してるんで、どっちかというとやる気ない人間なので、もともと本質的にはただやんなきゃいけないけどやってるだけです。合理的に考えたらやった方がいいです。結局そのバランスですよ。まあ人間って感情で動くじゃないですか。嫌だなって思うから仕事辞める人もいるし、大学辞める人もいるし、人間関係だけだったりでも合理的に考えたら行った方がいいし、終わった方がいいっていうのもあるんです。だから結構僕もどっちかっていうと合理的に考えるようになって、この人はなんかまあ言い方悪いですけど監督になりそうだから監督になったのが関わるし、それこれやりたくないけどこれやっといた方がまあその友達リターン返ってくるなと思ったらやるし、やりたくない。だから感情とか別にもう特に考えて、自分の例えば将来のこととか人に関わることもちろんプライベートだったら別ですけど、こいつはダリーから変わりたくねえみたいなのは、まあ、感情で考える。だから仕事においては全部合理的に考えてる。しばらく直近で、そうでもいいですけど、来週ですか？来週
とかの夕方くらいの、夕方っていうか昼から夕方くらいの時間帯、僕土曜日っすね。で、その仕事前っすかね、要は10時から夜のとこから何分くらいっすか、豊洲の方だったら30分くらい、まあ余裕の方1時間だとして、結構まあ夜、朝だったら多分寝る時間考えて、じゃあ16時とかどうですか、16時から行けるか、どういうの、どういうの、この2日間で考えてもらって、 LINE じゃなくていい、 LINE じゃない方がいいってこと、あ、来週火曜日、じゃあそれでいい、確かに、まあ、余裕がないから、 OK です OK です、じゃあ火曜日で決断ください、まあ、何時でも合わせますね、僕は合わせますね、いつがいいですか、 何時頃がいいですか、今ぐらい、じゃあ15時、結構大丈夫です。これ大丈夫です。じゃあ、あ、飲みでもいいっすよ。飲みだったら、まあ、ここじゃなくていいです。まあ、どっか。全然 LINE より直接言葉で聞きたいし、9かな、じゃあ9ですね、9の19時でじゃあお願いします、僕は絶対やった方がいいとしか言えない、持たせますよ、僕はここはもう持たせるしかないよ、結構、まあ、やるときは、なんだろうな、まあ、やるって決めたらもうやるしかないから、多分なんだ、時間抜けよ。
買っちゃった。